はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング。中の人 A です。今回はね、実銃解説、ハニーバッジャー、画期的だったのに普及しなかった悲運の銃ということで、まあ、今回はね、まあ、COD の、まあ、ゴーストぐらいからね、まあ、出てきて、まあ、地味にね、まあ、有名になったハニーバッジャーっていうのが、まあ、じゃあどんな銃なのかっていうのをね、まあ、見ていきたいなというふうに思います。で、まず見ての通りですね、まあ、ハニーバッジャーは、その AR のね、プラットフォームの銃の一つなので、そのデザインとかレイアウトみたいな部分は、まあ、ほぼまんま M4 なんですが、まあ、何が違うのかというと、まず使用できる弾薬が違ってね、まあ、ハニーバッジャーといえば、まあ、300ACブラックアウトですね。一応ね、5.56mm の弾のね、モデルもあるんですが、まあ、基本的にはね、まあ、300ACブラックアウトになってますし、この 300ACブラックアウトの AAC、まあ、要は、アドバンスドアーマメント、コーポレーションのね、まあ、創業者である、そのケビン・ブリティンガムっていう人がね、まあ、レミントンと協力して、というか、まあ、AAC 社を、まあ、レミントン社に売却して、まあ、この 300ACブラックアウトとかね、まあ、ハニーバジャーっていうのを作っていくんですが、まあ、ここら辺がですね、まあ、経営上の判断のミスというか、まあ、悲運の銃っていう話に繋がってきます。で、まずそもそもなんですが、この 300ACブラックアウト自体は、まあ、今でもね、まあ、採用とかね、まあ、ふんわりとした普及の進む、まあまあいい弾薬でした。まあ、普通のね、5.56mm の M4 のスタナグのマガジンに、まあ、そのままね、装填することができて、で、そして、まあ、弾頭重量がね、まあ、もともと重めだから、まあ、もともと口径がでかいので重めだから、で、さらに、俺それを重くして、まあ、音速弾にして、まあ、サプ付きのサブマシンガンのね、まあ、MP5 というの SD シリーズの代わりみたいに使ってもいいし、あとその音速をね、超える弾を撃って、まあ、貫通力を高めてもいいし、みたいな。まあ、そんな感じで、まあ、その 5.56mm の銃にね、間違って装填すると、まあ、弾が詰まっちゃうので、結構な事故が起きるっていう、まあまあ致命的なね、まあ、問題がありながらも、まあ、米軍とかね、まあ、イギリス軍で使用されたりとか、まあ、シグ社のね、MCX ラトラーとか、まあ、FL のね、スカ SC とか、そういうこら辺の弾として、まあ、採用されてて、まあ、300ACブラックアウトはね、まあ、最近登場した弾の中では、まあ、トップクラスにね、まあ、成功した弾だと思うし、まあ、ハニーバジャー自体もね、確かに、まあ、出てきた時期がね、まあ、2011年と若干ね、まあ、古めだから、まあ、メカ的にはね、まあ、DI、ダイレクトガスインピンジメントで、まあ、今現在ね、主流になってるショートストロークのね、ピストンじゃないとか、まあ、あと別になくてもいいっちゃいいんだと思うんですけど、そのボルトのフォワードアシストがないとか、まあ、あとはね、ストックがワイヤーストックみたいのしかなくて、まあ、汎用性に欠くとか、まあ、そういうね、まあ、確かに若干微妙な部分はあったかもしれませんが、まあ、でも、どう考えてもね、その 300ACブラックアウトっていう弾を、まあ、すごくコンパクトで、かつサブがデフォルトでついてる銃から撃てたっていうのはすごく先進的だったので、まあ、なんかその買収したね、まあ、レミントンが、まあ、サブの開発事業にね、注力しろっていう風に言って、まあ、AAC 今でもサブ作ってるんですけど、まあ、そういう風に言って、まあ、その銃の開発事業をやめさせて、で、そしてそれに反対した、まあ、要は銃をね、まあ、これからも開発していきたいって言ってた、そのね、創業者の、ケビン・ブリティンガブと、まあ、めちゃくちゃ揉めまくって、まあ、裁判沙汰になって、で、そして最終的にレミントンがね、この創業者をクビにしたっていうのは、まあ、経営上のね、まあ、派手なミスだったというふうに思います。で、そのミスをね、証明するかのようにね、ケビン・ブリティンガムってこのおっちゃんはですね、まあ、その後ね、シグ社に入って働き始めて、で、そしてその MCX の開発とか、まあ、特にサプレッサーの開発に貢献しまくったわけですが、だがしかしですね、まあ、やっぱりシグ社からするとね、なんかそんないきなりね、こう外野から来た人がですね、わちゃわちゃしてもですね、まあ目障りでもあったろうし、まああとこのケビン・ブリティンガム、まあ要はこの、ハニーバッジャー作った人からすると、まあもっと好きにさせてくれよっていう、まあそういう風な話にもなったっぽくて、まあ結局ね、ケビン・ブリティンガムっていう人は、まあ Q っていうね、まあ会社を作り、まあ AAC じゃない、その Q のね、まあハニーバッジャーっていうのを作って、まあ今に至るという、まあそんな感じです。で、ちなみに Q のハニーバッジャーは、まあ AAC のとね、まあそのストックとかハンドガードのね、まあデザインとかが変わって、あとバリエーションも増えて、まあ王道のね、まあハニーバッジャーの SD とか、あとはギリギリ一応ね、まあピストルっていう風に言い張れる、まあハニーバッジャーのピストルと、いや完全にライフルだよねっていう風になるハニーバッジャーの、まあ SBR、ショートバレルライフルですね。SBR で、そして、廉価版の、シュガーのウィーゼルっていう、まあ、4つのやつでやってますよという。まあ、そんな感じです。で、ちなみに、シュガーのね、このウィーゼルは、そのストックがね、AR のと一緒だったりとか、まあ、あとトリガーとかね、セフティの仕様が違ったりとかするんですが、まあ、なんか個人的にはね、まあ、こっちの方が、まあ、オリジナルのハニーバッジャーよりもね、まあ、売れそうな気はするので、
まあ、なんとなくこのケビン・ブリティンガムっていう人も、まあ、結構プライドが高いというかね、まあ、頑固な人なのかなとも思ったりもします。なんか、なんていうんですかね、結局ボルドーのね、ボルトのフォワードアシストついてるね、モデルとかないし、まあなんていうんですかね、結局シガーのウィーゼルの方が AR に近いんですよねっていう、まあそんな感じです。はい。で、まあ総じて考えるとね、その MP5 の SD シリーズの後継機みたいに、なりたいみたいな、まあそんな感じで、そのアズバルみたいにね、使える M4 を作ろう。で、そんなノリで始まった、その 300AC のブラックアウトと、まあ、ハニーバードの開発なんですが、まあ、そこにですね、このレミントンっていうね、まあ、大企業が入ってきて、で、そこで結局、うまくね、開発者ですね、ケビン・ブリティンガムっていうその開発者を活用できなかったりとか、今度ね、開発者はじゃあもう辞めるわっていうかね、もうすねていなくなっちゃってですね、開発者は、せっかくね、シグっていう新天地を得たのに、まあ、その、うまくシグっていうね、大企業を使えなかったりで、まあ結局はね、なかなかハニーバジャーっていうのはまあうまくいかず、まあ当然ね、軍とかね、警察での採用実績は、まあないまま今にいたり、まあそのコンセプトの銃は、まあ今のところね、ハニーバジャーのその親戚の子供みたいなね、そういうノリの、まあ MCX のラトラーがやってるっていうね、まあちょっと悲しい感じになってます。はい。ということでね、まあいかがだったでしょうか。まあ結局ね、なんつうんですかね、まあ 300AC ブラックアウトっていうのを作れて、すごく画期的だったんですが、まあいろんなね、人間関係じゃないですけど、いろんな利権とか人間関係みたいなのがあったのか、まあなかなかね、うまくいかず、普及しなかったという、まあそんな感じになってます。はい、というわけで、今回この動画いかがだったでしょうか。この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。